あそこにあるのって昨日マグニーが紹介してた DOD のトランクリュックじゃね。雑なあれでございます。ダダーン出ました、 DOD のワンポール。ああ見て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 、ほらほらほら雨が降らんから安心してたら、こんな体験は初めてだ。あー気持ちいいですね。西日本の最大の寒波とかって言った次の日なのにこんなに晴れとんねん。どうも皆さんマグリーでございます、お元気でいらっしゃいましたでしょうか。スノーピークキャンプフィールドさんにお邪魔しております。テントの動画とね DOD のトランクケースの動画、ね、続く寝袋動画でございますが、今回ですね購入した寝袋なんとですねコストコさんでございます。コストコ、コストコのね寝袋売り場行ってね一番高いの買ってきましたよ。皆さんコストコで一番高いのいくらだと思います？1万5000円ぐらいぐらい、まあ、めちゃくちゃ過ごしやすい気候なので寒い中寝れるのかみたいな、そういう役に立つようなレビューはできないんですけど、コストコで一番高い寝袋ってどうなのっていうところを皆さん気になると思いますんで、今日私はやっていこうと思います。で寝袋に関してね一つ最近覚えたテクニックがありますんで、その辺も踏まえてお見せできればと思っております。それではちょっと寝袋持ってくるんで早速持ってきます。よいしょ、さあ持ってまいりました、こいつです。タバコと比べてみましょう。わかんねえわっすね。結構ちっちゃいんですよ。っていうのもこの袋実は別売りです。これが圧縮袋、私ほらずっとリュック一つでいきたいっつってね、前の前の動画のトランクリュックもそのためにちょっとチャレンジというか、これをこう緩めてって、はい、そうするとじわっと膨らんできますね。上に引っかかってるからこれを外して、中身がそうコストコのやつでございます。だから袋は入れ替えてあります。じゃじゃーん、もうめっちゃちっちゃくなるからいいわ。モンベルでもねそういう袋あったんだけど、最近は品薄だったんで、ヒケマンの圧縮袋、ヒケマンかどうか分かんないですけどを、今回はね購入させていただきました。モンベルのもねフォームファット下に引いてその上で寝るんですけど、敷いて、まあ、この上で寝るんですけど、広げてみるとちょっと安いだけあってか分かんないですけど、ほらもうすでに羽が出てきてますね。これもダウンだからしょうがないのかもしれないけど、あとねこういうのがついてた、これをもしかしてサイズをちっちゃくできる必殺の裏技なんじゃないかと、身長に合わせてどうのこうのみたいなあったような気がするんだよね。私はおそらくそういうのは一番でかいのでないとダメなので問題ないと思いますけど、メーカーはこれですね、クリミットかな、すいませんねメーカーの名前覚えてないけど、こんな感じでございます。でダウンタイプって結構雑に袋に入れちゃった方がいいらしいんだよね。ちょっと入ってみるか。じゃあおやすみなさいっつってこうやって、なるほど、こうなるわけか。やべえめっちゃあったかいと思うんだけど、この首元にこういうのついてんだよ、こういうの。どうなってんの、俺説明書など一切ございませんので、まあ、なんとも言えないんですけど、はい、これで今日はね、夜を過ごしたいと思います。いろいろこう使ってみるとあーだこうだ分かってくることがあると思いますんで、お伝えできればと思います。さっきの20度って書いてたこのタグのところもなんかこういうついてて、ただ反対側に、うん、あるな、やっぱひっつけられるなってんだわ。単純にこれとこれをこうやってひっつけるんだわ。じゃあ首周りがモコモコで暖かくなるんだね。真冬はこれを使ってみたいな感じなんじゃないかなと思います。素晴らしい、絶対気持ちよく寝れるわ。まだ当然明るいから寝ないので、こうやって置いておいてふわっとさせておきたいと思います。コストコで一番高い寝袋の寝心地はいかに。イエス。どっかの動画でやっぱお風呂はねちょっと難しいねみたいな話してたんですけども、寝袋でね気持ちよく寝る前にお風呂、こちらです言って書いてますね。ね天然温泉水種でなんかすっげえそういう場所っぽい。よし行ってきます。あーすっきり、塩サウナで塩いっぱい塗ってきました。よかったのかな、塗ってよかったのかな。ただいま、もうお風呂入ったらあとは寝るだけだ。ほっ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 、おお気持ちよさそうな寝床じゃないですか。はい帰ってまいりました。ベッドもね今回敷いてみました。すっげえギシギシ言うな。まあ寝る前にこのテントシューズを履いて、今何度？外は4度です。はい、現在4度です。なかなかに寒いですね。もう思いっきり冬でございますが、ベッドの上でこう寝るとなると多少狭いかな。
今のところね寝れそう。まあでも最悪のこと考えて一応毛布とかも持ってきてはいるんで、もう少し動画見てゆっくりします。さあ皆さん、私は睡眠につきたいと思います。このマミー型の寝袋はすげえ密閉感です。4度だけど全然寝れると思う。特に中何も入れてないですけど、マイナスまで耐えられる。コストコ、おやすみ。どうもどうも、現在朝4時ぐらいですが、ちょっと割と寒い。今何度？外は2度です。そうなのよ、はい、2度です。寒いわな空。もうちょっと毛布入れて寝ようと思います。ちゃんと朝まで寝たよ。おはようございます。毛布入れたらちゃんと寝れたけどって感じでございました。足元に湯たんぽでも入れてればもっと楽だっただろうねっていう感想です。ご覧いただいたように2度とかだったんで、今もうちょっと低いかな。外は2度です。相変わらずの2度でございますね。寝袋のね使い心地としてはね、やはりねコストコの一番高いだけあってね、よかったです。氷点下行くとこれダメだろうなって気はしたけどね。毛布入れて湯たんぽ入れてっていう、もしくは電気毛布入れてっていうぐらいしないと氷点下の場所だときついかもしれないなと思ったけど、この寝袋なんですけどね、いろいろと発見がありましたよ。こういうところがあるので、これはちゃんと開けてね、反対にこれがついてるからそことこうくっつけて使います。これ閉じるやつなんですけど、でね1万いくらだったけど全然ハイクオリティだなっていうのが、まあ、とりあえず結果的な感想でございまして、寝方をねしっかりと調べずに寝たので結構苦労はしたんだけども、これもこれお見せしたと思うんですけど、これこうちょっとこうやって引っ付けて輪ができます。でこれに対してほらね、わかります？首元ここをしっかりと縛るタイプのやつで、実はこれだけじゃなくってここを締めることで顔の周り本当にここだけが露出する感じの、こんな感じになる仕組みとなってます。まあ大体こういうタイプの寝袋ってそうなってるのかね。僕初めてだったんで寝心地は良かったと思う。氷点下は心配だなって感じでございました。実はですねツイッターでですね、これって氷点下なのってつぶやいたんですよ。気になりすぎたんでちょっとツイッターでね聞いてみたいと思います。そうするとやっぱりね皆さんからの返信がね、放射冷却、夜から朝にかけて気温が一気に下がった時などに出てくる感じ、何を放射してるのか分かんないですけど氷点下近くだったということでございますね。だから今回寝袋とこれに関してはまた明日お届けするんですけど、で寝てよかったのかなっていう結果なのかなと思っております。あとはねこいつ帰って干して、あとは畳んでいくんですけど、畳む時はこれまたね圧縮できるんで、その様子をね最後お届けして終わりたいと思います。ではでは皆さん、次のシーンでお会いしよう。帰ってきて翌日でございますね。しっかりと裏返して、結構ね幸いなことにね天気に恵まれましてですね、ちょっとホカホカしてますわ。下の方のやっぱりねこれをね途中のこいつに引っ掛けて、ね、片方を回ってこうやって引っ掛けていくと、要するにサイズダウンしていくことがやっぱできるみたいだね。そうするとやっぱり足元がね縮こまって、身長の低い方もしっかり伝えるよっていうことみたいですね。ちなみに、マテリアル 80% のダウンということで、他 20% は何なのっていうところなんですが、まあ、そこは置いておきましょう。さあではね、この寝袋さん、いい寝心地でございました。この袋ですね、ここにですね、いきますよ、いきますよ皆さん、
入れるのがしんどいね。なんだかんだね。でもダウンだからこうやってクチャクチャって入れてしかるべきだし、その方が持ちがいいんだと。ダウンのふーんって入れなくてもじっくり空気を抜いてね。ほら畳む必要ないのよ。でこうやって上紐を十字にして、このベルトをちょっとずつね、まずはこの十字が安定するようにこうやって繋がってるので、ここがこういう感じで。じゃあまずはここ上が十字で落ち着きました。あとはキューッとこの紐をとっちめていくと、1、2、3、このようにですね、寝袋がすごくちっちゃくなります。こんな感じで片付けるのも簡単です。というわけでね、寝袋を1日かけて使ってみたんですが全然問題ありません。コストコで一番高い寝袋、よかったです。よかったです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。